見えているものは像であり、物体は赤丸の位置に存在する。像は上下は物体と同じ、前後左右は逆になる。マジックスコープとは2枚の凹面鏡を円同士を合わせるように向かい合わせて配置することで、一方の凹面鏡の焦点にある物体を、他方の凹面鏡の焦点にあるかのように見せる装置である。通常、上側に焦点部位付近を書く。 凹面鏡を下側に完全な凹面鏡を設ける。上側の凹面鏡の焦点部位に物体を配置すると、物体からの光が上下の凹面鏡に反射され、下側の凹面鏡の焦点部位に実像を結ぶため、装置を斜め上から観察すると、装置の底にある物体が、あたかも装置の天井部に存在するかのように見える。物体からの光の経路を矢印で示す。 黄色で示した部分が像を見ることのできる範囲である。博物館等での展示用、学校での応面鏡の学習用等に用いられ、ボール、マトリックス、ミラージュ、3D マジックスコープ等の名称で販売されている。東京都千代田区の科学技術館では、大型のものが、幻の名水というタイトルで展示されている。懐中電灯の光源を覆う鏡や、 お玉等を2枚用いても作成することができる。ありがとうございます。